いやちゃうよ、ライジオンです。そうで、今日もやっていくんですけど、今日はね、これやっていきたいと思います。これなんですけど、まあ、昨日ねちょっとなんだろう、グローバル上位で展開行ってる人とかのねデッキをバーって見てて、たまたま見つけたデッキなんですけど、まあ、結構ね見たことない形で、まあロイホグっていうの もそもそも珍しくて、今ロイホグ入ってるデッキってババゴヤか、あとはなんだろう、ミニペーとプリンセスのやつぐらいなんですけど、これまたね新しいロイホグデッキということで、まあ、メガナイトとアウトローっていうのはまず新しいし、まあ、ホアエレキみたいな、すごいなんかなんだろう、まあ、強そうなカード、合いそうなカードを結構ぶっ詰めた感じのデッキですね。で、自慢はポイズンとタルババという感じで、結構バランスの取れたデッキで、さっきゼロからやってたんですけどね、まあ、1回負けちゃったんですけど、9まで行ったんで、まあ、ちょっとねロイジャイがきついですね。ロイジャイに負けちゃったんですけど、やっぱなんだろう、2回ぐらい当たって1回ギリギリ勝ったんですけど、エレキとコウモリともうあれですね、タルババとかでフルブッパーで守って頑張るって、カウンターで頑張るって感じなんですけど、まあちょっと上手いロイジャーだとね難しいかなって感じなんですけど、まあとりあえず行きましょう。9、12までやります。12か死亡するまで、まあさすがにね12できると思うんで、これがねこれがロイホグ使ったら多分ね順勝まあ余裕かなって感じなんでね、とりあえず、ホバリングをやっていきます。よいしょ。で、持って、とりあえず待ちっすね。あー、これはアウトローで、アルカスアウトローっすね。はいはいはい。で、持って、コウモリ。いや、違う。なんだろう。言うでしょ。あー、これ言うので、これってことは、ペッカ説ありますね。すごく。はいはい、美味しい美味しい。これ美味しいですね。なるほど。よいしょ。これでゴースト使ったんで、これ多分頭に三角とか来ると思うんで、よいしょ、来ないかー、よいしょ。いやー、このザッパ打たしたくなかったな。ロイホグって一発じゃペッカの一発ギリギリ耐えるんですよね。だからザップとかやったら全部一発で死んじゃうんですけど、正直今のは打たしたくなかったかなって感じなんですけどね。よいしょ。あー、だるい。これはまあこれが向いてくれるんで、これで、はい、これしか言ってね。あ、でもちょっとホバが先行ってるんで、これエレキいいんじゃない、ちょっといいんじゃない、よいしょ、一発いこう。全然いかない。これエレキとゴーストがいるんで全然ロイフグ出せないですね。でペッカもいるんでちょっときつい、ちょっとおつらいですが、後ろから何かしら来たらロイフグで守ろうかな。守れねえや、これロイフグですね。で、何かしらで守ってくるんですよ。多分エレキなんですよね。なんで、これメガナイトで守って、で、こっちペッカ出てくるんで、それを気合で守りつつ、こっちはコウモリで囲みます。読みザップ来ないことになる。よいしょ。OK。まあ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 、この程度はね、普通にいけるんで、で、ホバ出してあげて、こっちにポイズンを切らせたいマンですね。で、こっちエレキ。はい。よいしょ。よいしょ。ちょっと辛いかな。やば！え、めっちゃこっち寄ってんじゃん。なになになに？守りたいサイド。守りたいサイドにめっちゃ寄ってたんだけど。お辛い。やばい、しょっぱなから巻きはきつい。出た。Good morning, everybody! はい、アメリカ行ってきたんですか。 Yes, yes, yes. I'm Darvish. それはちゃう。ちゃう。それだけはちゃう。負けました。け。まあ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 、しゃなししゃなし。ここから3連勝すればいいから。メルチ？メルチじゃない。ガーチャレ。ガーチャレ。ガーチャレのさっき言ってたメガナイト。ああ。ロイホグ強いってやつね。強いってやつなのに今ペッカにボコされた、うん、ペッカも今強いからなんだけど、メガナイトに対してペッカが強いよな。それな、うん、今流行ってるメガナイトはラムとタテスケと、うん、インドラが入ってて、うん、まあ、そっちはね、はいはいはい、結構ペッカのメタカードがインドラとタテスケがあるからまだ勝てるんですけど、こっちはねちょっとおつらいかもしれないっていう事件が、まあただそのなんだろう、エレキと、ホバとあとはなんだっけ、アウトローにポイズン打ちたいやつが3ついるんで、それをねうまーくうまーくやって守っていけばワンチャン勝てるかなって感じですね。全然来ねえや。
全然来ねえ。過疎だよな。過疎ダメです。過疎っすね、本当に。昨日ジム行って俺もうオリバーになってきたわ。オリバーになった。オリバーになった。じゃあ俺オロチドッポドッポオロチドッポオロチか。ドッポオロチ、ドッポオロチはまだ甘い。あ、まだ甘い。甘い。じゃあ宮本武蔵結構負けるから。いや宮本武蔵は強い。やばい、全然マッチングしない。出た。宮本武蔵グラチャでマジやるやついなくて、マジでさマッチングしないよね本当に、ね、長いんだよな。最初のさ5ぐらいまでかな、順調にいくの。そう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 、うん、なんか7、8あたりから、うん、あれあれってなった。来た。この時間がもうもったいないまであるんだよな。それな、マルチとあんま変わらんもんな、ね、マッチング時間。なんか強そう。ロイジャイかな。これどうせロイジャイかな。次のファイスピニが出た時にで、やばい、エキやエリが、はいはいはい、うん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 、よいしょ。これでタルババ出してくるであろうかなって感じやな。相手はもうテンプレのロイジャイだね。コウモリがあったらな。確かに、これでホバ始まりだして読みコウモリいっちゃったんだけど、これはまあまあいいんじゃないか。どう、はいはいはい、まあまあいいよ。相手もグッパしまくったね。え、結構止まるんだメガナイトで。へえ。あー、コウモリ早かった、最悪だ。まあまあまあ言うてファイスピックだし縦かなー。あー、うまいね。いや言うても、あー、まあまあオーブン切ったから、うん、コウモリいつ切ったっけな。エレキの次だもんな。ってことはこれ次、あ、危ねえ危ねえ危ねえ。これでコウモリ、あーだめだ。やっぱりコウモリが回ってきてたらこれロイフグ飛ばしてコウモリで囲めてたんだけど、うん、ちょっと微妙いかな。あ、これ入んない。優秀、優秀だよ、ね、うん、やることね。もうはい、相手の身が怖いところでもあるが、まあ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 言うてきたら、おい、これいけるかな普通に。わあ、タルババってカード強えよな。お、いやこれいいぞ結構マジで。これエレキが来るからポイズン打ちます。うん、本当に本当だ。で多分ロイジャイは出してこないだろうからどうしようかな。ここキングマイロイジャイ、ロイジャイじゃないこれで、はいはい、そこに出してくる。で次ベビドラが来るだろうからちょっと、あ、はいはい、オッケーオッケー、こうしてあげての。あー、カウンターですね。よっしゃ、おー、来た来た来た。このダメでかい。これはの目が入った。これ延命します。しかもタルババ、エレキが頭に来るんで、へいへいへい、よいしょ、こ今来る、よいしょ、そっちだ、はい、そっち。いや、うまいな、敵も。おつぽんですね、でもこれはいったろ、さすがに。これメガゴしかいないから、はい、敵のロイが来るタイ、来たタイミングで逆にロイホグ投げて、そうだね、エレキで守ると、それでカウンターをいけるとって感じやな、うん、難しい、それが。まあでも今きついって言ってたロイジャーに勝ってたから、うん、確かに。まあヨキヨキさんじゃないですかね。キヨキヨさんですね。キヨキヨさんです、うん、怒られる大丈夫、怒られる。あーっつバン、あれ頼むから来ないで、持ってない、なんでないんだよ。よし、オッケー、うーん、まあ、コウモリとメガナイトがいるんで26じゃないな。これワンチャンあれじゃない、キョスケビズ。あー出た、キョスケビズ。この方まで、まあ、5はシャウト、なんだわかんない普通に、え、わかんない、お、オリじゃない、完全なる、オリ、オリバビスケット、オリ、オリバホグ無理やりか
どうすっかな、はい、まあ、はい、それは完封できる、完封できる。エレキでよかったかな、エレキで勝たせてもらうな。まあ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 、まあ、これでタルババを構えつつ、入ってない、いいね。これでタルババ打って何かしらが出てくれば、これ目が入るね。チュネかな、チュネられそう、なんか構えが。あ、うわ、あ、いい、あ、いい、いいね。アド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 、バックアドンゴ真ん中、アウエルキとかで全然いけるな。そうだね。あ、でもアウトロだと歩いちゃうか、まあいいか、許す、許せさすけ。よいしょ、これいったろ、クオモリかな。いや、持ってないんだな、それが、コウモリ。オーマイガー、お、ラッキー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 。なんかホグいて、ホグいてえな、ちょっと。どっちもいい感じに削られたな。これ何で、プリンセスかな、タゲってから IG か、うん、まあこれでもケツメがないとできるから、ケツメがないとしてハシマイプリン構えかな、ハシマイエレキか、うんうんうん、よいしょ、一発も入れたくないからな。 OK、うんうんうん、でもってこれどうすっかな、相手の自分が分かんねえよな。うん、分かんないね。とりあえずでもタルバも転がしていいから、ライトに見つかいけどな、ほんとは。うえ、いいね、いい読み。まあな、おっ、相手やったね。ミスった、アイスウィズと絶対ミスったろこれ。しかもトレネやってるからさ、こっちに打つか、こっちだな。うん、確かに左だな。いけ、もう一発、オッケー、きた、やっぱ左守るだけゲーミング。あ、やべっ、あ、やべっ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 、やばいやばいやばい、ミスった、あぶねえ、あぶな。俺ワンチャンスケとかで回してもう一周クソギリホグ飛んでくるな。いや、これはもう勝ったな。よっしゃー、今ホグ来る、はい。最後の最後磨かないとミスった。ホグに当たってなかった、当たってなかった、怖すぎ、あぶねあぶね。よし、オッケー、テッカみたいな仕方してた。空振った、オッケー、ラスト、お、めっちゃ早いマッチング、サクサクゲーミング、サクサクゲーミングだ。うんうんうん、初手切れるカードねえな、いやなんだ、人気系かな、うん、かな。今アイゴレって言ったらラムかバルーンか、あーでもラムとかってことはラムだね、これが入ってるってことは、うん、でもさラム逆サイ誘導できないから普通にこれメガナイトでいい説あるんだよな。え、いや、だって人気系だな。で、今の人気もさ、ポイズンだから、うん、ホバがめっちゃ生き生きするよね。生き生きした毎日、やばい、頼む、生きろ、よいしょ、OK、 生きて生きて、わかったわかった、わかりました、奥さんわかりました。これ、エレキがいるからあれが来ても、ラムが来ても大丈夫。お、来た来た来た、もうちゃんとババが殴るように止めていく。いいよ。そう、エレキが結構ラブメタなんだよね。そうそうそう。で、アイゴレ使ったからコウモリ足しいの。あ、これうざい。絶対いいよ。これ絶対うざい。あー、オッケー。これ取ったんじゃないあっち。あ、でもやばい。右が。うん、まあ、ほぼ逆サイで。いや、許容っていうか、守れるエリがないんだよね。実を言うと。まあ、入ってるから。これで出してくるとしたらインドラぐらいだから。アイゴレ。いや、まだ待ってないと思う、アイゴレ。アイゴレラム、ユーノ、アイゴレラム、雪玉、そっか、よいしょ、待ってないまで1枚か。オッケー、オッケー、オッケー。いや、ラム、ラム、雪玉、ユーノ、タルババで回ってたくね、バンちゃん。いや、まあ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 、まあまあまあ、落ち着き、たもうな。たもう。でも、ラムは、メガナイトで守れるし、うん、エレキでも守れるから、割と相性がいい説ある。そうだね、ラム出せないね、相手からしたら。うん、逆にケツからラムとか切ったらもうバカ美味しい。あ、ランバーもこれ美味しいね、正直、うん、正直美味しいね。うんうんうん、早ぼじゃないから行っちゃうよ、行っちゃうよ。右がこれ入るんだよね、結構1500くらいまで来たな。コウモリ優秀、うわーだるいな。でもこれちゃんと端前でエレキ出したらしばかれるから出さないようにしないといけないんですよね。よいしょ、お、そこで止めていく、デッキ、デッキ来ない、お、これ入る、入る入る、
いいね。いいよ。あ、いい流れ。すごい流れ。で、右側ワンチャンゴレラムくらいでしょ。あ、それすらコン。うんうん。ランバータレババ。はいはい。ですよね。で、右足。あ、すげえいい流れ。あ、真ん中アウトがいいな。そうだね。うん、強すぎな、そのカード。あ、やばい。いや、でも大丈夫。このカウンターで。指名じゃね。これさ、だって、あ、雪玉あるか、でも。ほう。ああ、ない。ばあ、え、見られたね。やばい。ワンチャン右やばいな。やばいよな、ちょっと。うん、ちょっとやばい。それは美味しい。やばい。え、待って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 。あぶねえ。あぶねえ。ちょっと待って。これはちょっと怖いので、うん、安全策。これで雪玉があるんだよね。だから、はい。相手もランバー温存してんな。そうだよね。これに一緒。あ、行った行った行った。これ行ったでしょ。これ行ったよね、絶対。うん、はいはい、めっちゃ削る、はいはいはい、でここのターン守って終了。これずっとあったし、あのところからで。まあそうやね、うん、よいしょ。ふぅ、あともう一周。相手タルババ雪玉の全力ボーイじゃなくて守れないから、あとそれ適当にエリヒトが出しちゃってもいいし。あ、おいしいおいしいおいしい。バジーン、はい、白ですね。はい、白ですね。お疲れ、お疲れサマンサ。これ守ったら、じゃあの、これ守ったらどうする。これ守ったらすごい。いや、すごいどころの話じゃない。雪玉出してタルババ出して、よし、オッケー。危ない危ない危ない。ずい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 。オッケー。だからば開けちゃう。だからば開けちゃって終わるか。何欲しいの。何もウォルブレイカーぐらい。サバーカ作ってさ、サバーカ無課金堂とかでグラチェラやった方が絶対良くない。ああ、それな。うん、それな、ほんと。今いろいろ3月、うん、4月からリーグがあって、うん、春ぐらいか、春ぐらいって発表してたよね、うん、まあ言うて多分4月か5月ぐらいと思うから、うん、それに向けていろいろ企画を考えてるんだけど、もう YouTube ちゃんとできるのが3月しかないから、多分またリーグ始まって、うん、毎日2本じゃなくて毎日1本とかになるから、あ、無課金堂とかでグラチャでやるのは、ね、今いろいろ考えてるんだけど、ね、ちょっと誰か、企画をね、今一つ考え、一つ、まあ何個か考えてて、うん、細かいのは結構あるんだけど、一、うん、つ結構やばいのを思いついて、今日たまたまその YouTube を見てて、いや、これ負けたらこれやったら面白いだろうなと思ったけど、失うものが結構多いっていう。本名公開、本名公開もやる予定、うん、もうすぐ。なんか負けたら、なんかその負けた人の家でメントスコーラとかやったら面白いかなと思ったんだけど、失うものが、しかもちゃんと黒とかじゃなくて、あの絨毯の上でやるっていう。地獄、地獄。でも絨毯捨てる覚悟、捨てる覚悟でやるから。ワンルームだとおしまい。で、俺んちこだと結構終わる。まあでも終わる。だからそれをちょっと考えたんだけど、まあ俺は別にもういいかなと思ってんだけど、誰かやってくれる相方を募集してる。無理。やらないですか。本気で勝ちに行くよ。いいよ。ってことで、まあそういう感じの企画をね、負けたら罰が、うん、罰ゲームっていう感じのをちょっとやってて、やっぱ結構人気だったんですよね、それが。いや、ちょっと重めの行こうかなと思ってたけど、まあそこをね、イベントスコーラはちょっとや重みが重みが深い。まあ、ってことで、まあね、そういう系のをね、ちょっと考えて3月にまたいろいろやっていこうと思うので、あの、ぜひそちらのね、あの、楽しみにしてください。ってことで、まあそんな感じかな。今日はこんな感じで終わります。ってことで、お疲れ様でした。